今回の企画はシーズン4に登場したギャラクタス。チャプター2のシーズン4の頃のことを思い出すと、今後このギャラクタスが何を引き起こすか分かりません。そこで今回はこのギャラクタスの情報を集め、新しいドゥームの力などを使って蘇生してぶっ倒していければなと思います。声を重ねないと3連休なくなっちゃうよ。クリエイターサポートはゼルフィーにすると、もしかすると起きたら1億 V バックスもらえてるかも。さあ、ということで、早速ね、やっていきましょう。ということで、まずはね、いろいろやっぱ、ズーム関連にアップデートがあったんで、このズーム上にね、何か、変化があって、キャラクタス関連のなんかもあるんじゃないかと思ったので、一旦行きましょうね、ズーム上のところ。さあ、じゃあ行きますよ。レッツラゴー。行っちゃいますよ。でも、ズーム上広くてね、なんかいろんなオブジェクトあるから、ワンチャン変化あっても、おかしくはないと思うんだけど、果たしてどうなのか。ここら辺とかに結構、ここの屋敷の中に結構いろいろあるんで、まずここからちょっと調査していきましょうか。でもあとあれだよな、最近新しい NPC とかも追加されたから、そういうのもちょっとチェックしていきましょう。お、なんだこれ、こんな看板あった？レジストリクテッドアクセス。意味わからん。さあ、ちょっと中をいろいろ見ていきましょうかね。そんな目立つところは、なんか変わってる気しませんけれども、これとかももともとあったよね、これ。これマグニートだよね、これね。やばい、マグニートが、なんか骨になっちゃってるって、なんだこれ。怖いよ、もう。あとなんだこれ。これシルバーサーファーのやつでしょ、これ。シルバーサーファーの、なんかボードも、こんなんボロボロになっちゃって。あとなんだ？なんだこれ。なんかフィッシュスティックの街の写真がある。え、これ、今後新スキンで来んじゃないの、このフィッシュスティック。ちょっと待って、ギャラクタス何も関係ないけど、ちょっと、フィッシュスティックがなんか、すごいぞ。ちょ、なんかここからドゥームの武器とか出てくるとか何、たまたま。そんなことないか。で、これがあれ、あ、これ動いてんだよね、ほら。これなんだっけ、ファンタスティック4のキャラクターのやつなんでしょ、これ。うわー、なんかすごいことになってるけど、でもこれはもともとあったもんな。いや、でもやっぱこんな感じで細かく見ていくと、なんか変わった秘密があるかもしれない。誰も気づいてない。ねえ、この城広すぎて気づかないこと結構あると思うんだよね。これは？これは普通の像か。もう立派なね、ドゥームの、壁画みたいなのもありまして。さあ、ちょっと上登りましょう。上もまあ、こっちの、こっちとかなんかあんのかな？ここになんか隠されてそうな気はするけど。なんだこれ？ドゥームがなんかわけわかんない生物の上乗ってんだけど。何これ？これは？あ、これサノスじゃない？え、違う？これ誰だ？サノスじゃないか？なんか誰かの仮面がボロボロになってて。なんだよこれ、もうかわいそすぎるって。でもとりあえず一通りここら辺見たけど、なんか変わってる点とかはなさそうだったね。あ、でもこことかは、ここ、こんな部屋あったの僕知らんかったけど、今たまたま宝箱の音できたけど。なんだこれ、なんか書いたんじゃないのこれ。いい感じに見れないこれ。うわ、何語かわかんねえわ。とりあえずここの建物は大体見たか。じゃあちょっとこっち側のでっかいお城側行きましょうかね。ここら辺にもなんかあんじゃないの、隠されてる可能性あるよ、キャラクタス関連のものも。ここら辺はないか。じゃあちょっとお城の中ね、本格的に入っていきましょう。さあ、なんかない？なんかありそうだけど、ここにも。重要な何か。あ、なんかあるよ、これ。これは何？あ、これあれじゃない？なんかいるよね、こういう月のマーベルのキャラクター。名前忘れちゃったけど。そのなんか残骸だ、もう、どんだけ倒してんだよ。マジで。もう、ドゥームは本当に。いや、これ危ない。ちょっと、ドゥームが、ギャラクタスを操作する可能性あるから、ちょっと、本当に今のうちに見つけておかなければいけない。おい、なんか知らんか、お前。おい、マジで、ちょっと今知りたいんだよ。ギャラクタスについて、もうギャラクタスさえちょっとこっちの支柱に収めてしまえば、なんとかなるから、ちょっとここの部屋とかもちょっと、なんかありそうじゃない？どうですの、ここ。ここは何もないんかい。なんかあってくれよ。こんななんか秘密の部屋みたいな感じになってんだったらさ。これ2階とかにもなんか、でもここちょっと怪しくない？これ。このなんか望遠鏡みたいなの。何これ？あとは？ここも、なんもない。なんか怪しそうな気はしたんだけどな。下降りましょうか。特にないのかよ。でもこれ、ドゥームがいる部屋とか、なんかありそうだけどね。さらに、ドゥームさん？お、なんだこれ。なんか明るいな。明るい絵もあるんだね、ちゃんとね。いや、でもどっかに何か隠されてるはずなんだよな、ギャラクタスに関しても。ちょっと、ドゥームさん。あ、ごめん。ドゥームさん、ごめんなさい。ちょっと一旦待って。あ、なんかあっち側にも、ここにもなんかあるよ。なんだこれは。なんかドゥームがまたなんか変なの、白熊乗ってるって。おー、いや、怖すぎるだろう。いろいろ乗ってて。え、何これ。スウェーって書いてあるけど、何この椅子。謎の椅子もあるよ。ほんとに謎すぎるわ。こんなもん飾って何が楽しいんだ、マジで。こっちの方はこっち。まだ見てないけど。何もないね。会ってくれよ。いやー、ちょっとなんか何にもないな。ギャラクタス関連は、ないのか？なんか会ってくれって。一番やっぱり、大きいね、ヒントもらえそうなのが、ここだったんだけど。ないよー。ここの部屋でもありそうだな。ここ。ここもなんかありそうな感じは、するけど。果たしてどうなのか。ちょっと行ってみましょうか。ここの地下じゃないのか、ここ。出口か、ただの。あ、ここだよ、ここ。
なんかありそうな感じしない？え？どうよ。まあここあれか、ドゥームの寝室か。ちょ、壊しとこう。あいつが気持ちよく寝れないようにな。くっそー。もう特に手がかりはつかめずか。うわ、この銅像とかのなんか下とこにあるんじゃないの？なんかねえ、アニメとか漫画だったらこういう下になんかあるみたいなパターンよくあるよ。どう？はい、これ壊すよ。はいはいはい、もうこんな銅像いらんわ、壊しまうぜ。よいしょ、なんやんけ。いやー、ちょっともうこれはあれですね、ドゥームをもうボコして、もうドゥームからもう吐かせましょうね。ドゥーム自身がもうなんかドクタードゥームじゃねえや、もうドゥーム自身がね、ギャラフィオスについてちょっと何か話してくれることを願いましょう。じゃあ行くぞドゥーム。はあ、もう確保しろ。はい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 、もう一瞬でよ、一瞬で半分ぐらい削ってるからよ、痛いよ。ちょ、やめてやめてやめて、ちょ、やめろやめろやめろドゥーム。おいお前、おい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 、ジャコメジャコメ、はい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 、あとはゴリオスが勝てるよ。はい、ジャコス、あ、お前もジャコス、オッケー。おい、何や、ま、お前もやめろよマジで。おい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 、オッケー。うわ、ダメだ、何も肌が剥がなかったこいつ。くっそ、ちょっと やっちまったわ、やっべ、ちょっとやりすぎちゃった、もう倒しちゃったよ。もうダメだ、ドゥームから話しきれなくなっちゃった。あ、ちょ、やっちゃったやっちゃった。いやー、もうちょっとこれはもう大変ですねマジで。どうしましょう。ちょ、ギャラクタスについてね、あいつに動かれちゃもう終わりですよちょっと。いや、ちょ、ドゥームの庭の方も見とくかね。大事な情報は城じゃなくてね、これ庭に隠してるっていう可能性はありますからね。ちょ、一回庭行きましょう。庭、待てよ、これドゥームの空島来るくね。ほら、ドゥームの空島来るよ。ちょっとこれ空島になんかあるかもしれんよ。ちょっと空島行こう。もう一応でもここ見とく。一応ね、一応見とくけど何もなさそう。なんかある、これ。いや、何もない、これ何もないわ。ちょっとやっぱ空島の方がちょっとヒントあるってね。最近新しく追加された場所だから、いや、これはちょっとあるぞ。ちょっと空島行こう。空島、さあ来たよ、ドゥームの空島。ここになんかある可能性あるんじゃないのこれ。そうそうそう、ここら辺ね、なんか隠されてるかもしれません。なんだこれ、どうぞ、なんか倒れてるな。ちょ、怖っ、写真とかあるけど。いやー、でもこれドゥーム系の写真だな。あ、でも地下があるぞこれ。地下、でも地下に何か隠されてるとかもない。あー、アイアンマンのなんか、アイアンマンがあるんだけど、なにこれ。ちょっと待って、アイアンマンが何か鍵を握ってるのか、もしかして。ちょっと待って、でもな、でも特にそれ以外ないもんな。ちょ、ギャラクタスについてのヒントはなさそうだけど、まあ一旦ね。あ、てかさ、これワンチャンドゥームの力使えばさ、ギャラクタスのとこまでいけんじゃね、ワンチャンね。歩くねえか、ちょっとこれワンチャンあるから変身しよう、変身。よしよしよし、とりあえずね、はい、これでね、はい、ドゥームの力を受け入れますよ。受け入れる、はぁ、来ました。さあ、ドクタードゥームが、はい、ドクタードゥームになってきますよ。はい、来た。さあ、これでね、ちょ、行きますよ行きますよ。はい、あっちね、あっちあっちまで行っちゃいますよ。まあ体力も500あるからね、多分行けると思うんだよね全然。てか待って、あ、歩くの遅っ。あー、オッケー、走れた走れた。これスタミナ無限だったりする、これ。これスタミナ無限じゃない、おお、最強じゃん。ずっと走れんじゃん。オッケー、これいけるぞこれ。ちょっともうこれ、あ、やばい、ちょっと待って、あ、もうこれで移動しよう。これでちょっとね、移動していくしかない、今のやつで。これどうやってあんな飛んだの。あ、オッケーオッケー、これで飛んで、オッケー、はい、飛んでくーと。オッケーオッケー、これでいけるぞ。もうすごい、水の上をなんか浮いてる、浮くんだね水の上ね。よし、これでじゃあ飛んで、はい、ビューンと飛んできよーっていうのも繰り返すしかない、これ。もうこれを繰り返していくしかないよ。はい、飛んで、これで、はい、ビシューンと。いや、これだってドゥームがさ、こういうギャラクタスこんな状態にしたんだから、ドゥームの力使えばさすがにいけるでしょ。はい、これで飛んでいく、いけー、よいしょ、いいよ。はい、走ってって、はい、走ってって、で、これで、はい、飛びます。はい、飛んで、せーので、3、はい。おー、れれ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 、はい、あ、もうこれあれか、もういけないのか。おい、なんでいけないんだよこれ。ちょっと待ってくれよ、いや、当たれ当たれ、いや、当たんねえか、しかも当たれや、ちょっと当たってくれって。はい、これいけー、当たる、当たってる当たってる、ちょっと当たってるよ。いや、もうなんかもう倒しよ、今倒しよ、いけ、倒せ倒せる、いける、当たれこれ、はい、上に向けて、いけー、当たれ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 、当たったよ当たったよ、届いてはいる、届いてはいるぞ、当たれ、ちょ、今倒さないと、今倒さないと、もう今倒さなきゃいけない、これは。くそー、死ぬ死ぬよ、やばい死ぬ、あー、あ、でもビクトリーフォンドゥームだ。でもランクアスレチック絶賛リリース中、みんなアニュアルいける。さあ、ということでちょっとギャラクタス倒すのは無理そうなんで、一旦ね、もうお話聞きましょう。最近追加されたさ、あのこいつよ、このグウェンプールとさ、あとはシュリ、
シュリがこいつここにいるからさ、これでね、このシュリこの2人とちょっと話そう。あとあれだね、キャプテンジョーンズとかもなんか謎に位置変わったから、この3人からちょっとなんか情報を得れないかね、ちょっと試してみたいと思います。さあ、じゃあちょっとお前の話を聞かせてくれ。じゃあ次のことを尋ねる。まずフォートナイトのアドバイス。そう言われてもな、武器を拾って狙いを定めて勝つだけでしょ。うん、黙れお前。じゃあ豚、何豚って。あれはピックグエンだよ。ピックグエンは丁重に扱ってね。分かった、私の可愛い豚ちゃんなんだから。ちょ、こいつ何もいいこと言わん。次何これ、今何ついてきた僕今。ヒーローでいること、最初は好きなようにやって、後のことはアベンジャーに任せてたんだよね。でも気づいたんだ、大いなる力には、なんだっけ、大いなる力には、まあいいや、今はもっと責任感を持ってるの、本物のヒーローらしくね。うん、じゃあお前フォートナイトのアドバイスでそんな変なこと言わないでくれよマジで。クソダメだ、こいつらはまだギャラクタスの脅威に気づいていないようだ。ちょっと今ドゥームより僕はギャラクタスの方が怖いと思っているからな。ちょっとギャラクタスをちょっとどうにかしないと、この世界終わるぞ。またチャプター2のシーズン4のことをみんな思い出すんだ。あれは本当にヤバかったからね、僕も実際に体験したからもう覚えてるよ、あれのヤバさを。おちょっとここにピーリープールいるから、一応ピーリープールじゃねえわ、ピーリーバリンか、ピールバリンいるから一応話聞いとくか。ピールバリンが7万チウムの爪を見せたがっている。ピールバリンが目を細めてうなずく。ピールバリンが遠くを眺める。彼はため息をつき自分の皮をポンと叩く。自分がクズリみたいな凶暴で野生的だと自覚するのは辛いよ。それでいてバナナのように柔らかく美味しいんだ。なんだこいつ、なんだこいつマジで。おさあ、ここにじゃあいるんで、ちょっとお前もそんなゆっくりしてればいいじゃないよ、本当に。おい、ホープがスーパービランに立ち向かってるなんて誇らしいよ。だって何が知りたいんだい。ドゥーム、まあドゥームについてはまあいいんだけども、あいつは好きじゃないね。理由は言わなくてもわかるだろうけど、あいつが勝つことはない、多分な。いつも次は負けるんじゃないかって考えちゃうんだよ。でもホープもアベンジャーズもチームのやつらもいる、俺たちなら大丈夫だ。まあ確かに、まあドゥームについてはわかった。ホープについてもまあ正直いいんだけど、ホープは英雄として認められつつある、本当に誇らしいよ。あの重圧を覚えている、世界を救わなくちゃいけないっていうのはかなりの負荷、重荷だ。なんで俺がとか、俺は平凡な男なんだぞとか、ハイテクなスーツを着て飛び回ってるヒーローたちは誰なんだとか思ってたよ。ホープならそれができるさ、俺にはわかるんだ。それに最後まで俺たちが支えてやる。まあさせてくれ。じゃあ最後、予言者。あの知性を持つスープに偉そうな口を叩かれるのは二度とごめんだね。とはいえ尊敬はしているよ。あいつの予言とやらは具体性に欠けてるけど、少なくとも今回の味方を俺たちを裏切って撃ってきたりはしないだろう。そう願ってるよ。まあ裏切られてもやられはしないけどな。だってダメだジョーンズ、お前も気づけ、ギャラクタスの脅威に。最後はもうシュリのところ行くか。いや、もうシュリぐらいなら気づいてくれてるはずだ。ちょっとシュリ、お前にちょっと全てがかかってるよ。確かいるよな、ここら辺にシュリが。あ、いた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 。さあシュリ、ちょっとお前の話を聞きたいんだ僕は。よーハロー。ワカンダーが恋しいわ。だってまあ恋しいけどな、恋しいけど。あ、なんかブロックポンさんについて説明してくれるよ。キャットスーツ呼ばわりする人が信じられないほどたくさんいるのよ。ブラックパンサーは、重責を、担っているの？ワカンダとその民を守るっていう重責をね、コスチュームなんかじゃないわ。だってまあでも OK、 まあそれ分かった。じゃあビブラニウム、何それ、ビブラニウムはワカンダ全土で見つかる、金属だよ。丈夫で運動エネルギーを吸収して跳ね返す唯一無二の性質があるの。でもここにはかなり丈夫な別の金属があるって聞いたのよね。7万チウムって聞いたことある？だって、よく分からんわ。ティチャラだって、兄さんは私の前のブラックパンサーだったの。優しくて強くてひたむきだった、前回のドゥームとの対決の後、兄さんは命を落としかけたわ。だから私がブラックパンサーの座を継いだの。あ、そうなんだ。兄さんが助かって本当によかった。それほど幸運じゃなかった選手はたくさんいるからだって。あ、そうなんだ。でも違うんだよ、ギャラクタスについてお前も気づいてくれよ。あれちょっと危ないだろマジで。いやー、ってことでね、ちょっとまあ今回ギャラクタスについていろいろ調査してね、まああわよくば倒してしまおうと蘇生して、一回あいつを蘇生してね、もう倒してしまおうと思ったんですけれども無理でしたね。まあちょっとでも今後のアップデートでもいろいろ分かってくる可能性があるんでね、まあちょっと今後も引き続き調査を続けて、なんとか、ギャラクタスをもう一処理しときたいなと、はい、思いますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と通知をオンにして待っててください。皆さんからの情報もお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。